女性の人生。人生とは人がこの世で生きていくこと、人のこの世に生きている間、あるいはこの世で生きている間に経験することなどである。人の一生、生涯などとも言う。人生に対する見方や人生の意味の理解の仕方を人生観という。飯田文彦はある著書で人生を一種の学校だと捉えることができるとしている。 壁を乗り越えることに意味があると考えるのではなく、壁があることに意味があり、壁に挑戦しているだけでもすでに意味がある、と考えることで、人生で起きるすべての出来事に意味があると考えつつ、人生を前向きに生きてゆくことができると説明している。また、飯田は別の著書で、自分たちは、ある法則の下で人生を何度も繰り返しながら、成長しているという人生観は人生について、 最も法上ない水けを可能にすると述べている。この人生観を採用すると今の人生は次の人生の下地となるものなのだから今回の人生を日々大切に生きよう。そうすればその努力は次の人生に反映されるのだと希望を持って努力することができるという。西洋では聖書が人々に法上な人生観を提示してきた。東洋では仏典の中に 同様の役割を果たすものがある。例えば、ホッケ業は多くの人々に人生を生きる意味を教えている。ハーバード大学で複数名の研究者の共同研究によって75年以上かけて総計700名ほどの人生を調査し、肉体的及び心理的な健康状態を追跡する研究が行われた。調査したのは2つの人間群で、一つは ボストン在住の貧しい男性456名で、もう一つは、ハーバード大学を1939から1944年に卒業した男性268名である。この調査研究は長年にわたり行われたので、一人の研究者の研究者人生の中では、完成できないので、異なった世代の複数名の研究者が連携して行う必要があった。 研究者らが特に関心があったのは、一つには人生の早期の心理的特性や生物学的プロセスの中で、どのようなものが人生の後期の人生のあり方、幸せに影響を与えるかということであり、もう一つは子供時代や大人時代の経験のどのような側面が晩年の親密な人間関係に影響するかということと晩年の婚姻状態は、 身体的健康や幸福とどのような関係にあるのかということであった。あえて二つの性質の大きく異なったカテゴリーに属する人々を追跡調査することで、家庭環境、子供時代、心理的傾向のうち、どの変数が人生に幸福、健康、良い婚姻状態、良い年の取り方をもたらす傾向があるのか明らかにでき、また同時にどの変数が 身体的不健康、心理的不健康、不幸な結婚、晩年の人生の調整不足をもたらすのかも明らかにできると考えた。その時代ごとに可能な技術を用いて研究を行い、例えば以前は血液成分分析を使って脳診断ができる時代になってからはそれも利用し、もちろん当人の自己申告も記録し、また研究者が 研究対象となった人々と接触し聞き取りも行った。脳画像診断や遺伝子検査も追加したのである。ハーバード大のスタディオブアダルトデベロップメントの責任者のロバート・ウォルディンガーによると、この75年以上に及んだ研究によって分かったことは、特にある一つの要素が残りの要素群を超えて人生の後期に大きく作用しているという事実である。結論は、 一言に尽きる。質の良い人間関係こそが人間をより幸福にし、より健康にするということである。あくまで人間関係の質が大切なのであって、友人、知人などの数の多さでもないし、自分が勝手に思い描く理想像に近い恋人がいるかいないかということでもない。あくまで人間関係の質である。ありがとうございます。